はい、こんにちは。こんにちは。えー、東南アジアサッカーで活躍する選手及び関係者インタビューするこのシリーズ。本日は、西原拓夢選手にお越しいただきました。西原選手、よろしくお願いします。お願いします。さあさあ、楽しみにしていたこのインタビューなんですが、早速なんですが、えーはい、ちょっと西原選手、まずは簡単に自己紹介などをお願いしてよろしいでしょうか。 はい、ええー、と今現在カンボジアでサッカーしています。西原拓夢と言います。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今のカンボジアでサッカーということなんですけれども、はい、えっと選手キャリアえー、だいぶ長くなってきたと思うんですが、その辺のこう選手キャリアをま学生時代から振り返り含めてこんな感じでカンボジアに至りました。というところえー、国です。とか所属チームです。とか含めてちょっとお話しいただいてよろしいでしょうか？はい。 えと高校は地元の高校、明石城西高校で、えー、サッカー部に所属していまして、えー、そこから、えー、大学、関西大学に、えー、進学しましたで。そこでもサッカー部に所属して、えー、その後は、えー、地域リーグで、えー J、FC ティアモ平方というクラブで半年間プレーしてから、えー、そこから海外、一発目がミャンマー、えー、エアワディ・ユナイテッド。 というクラブでプレーし、2年目にネピド FC。で、海外3年目にラオスという国で、ラオトヨタというチームでプレーしました。で、えー、海外4年目がタイのコンケンユナイテッド。で、5年目がランプンウォリアーズでプレーするはずでしたが、途中で契約解除、開校になって、 でその年にラオスにもう一度、えー、チャレンジの場をチャレンジしました、えー、が、えー、ヤングエレファントというクラブですで海外6年目にカンボジア、えー、初めてカンボジアに乗り込んだんですけど、えー、ティフィアミ FC というクラブでプレイする予定だったんですけど、えー、怪我で、えー、1年間、えー、プレイできずに 2021ですね。にまた同じクラブに戻ってきて、えー、1年間プレーしていました。2022か。2022で,で今年、えー、カンボジアの、えー、ビサーカヨシというクラブで、えー、今現在プレーしています。はい、ありがとうございます。はい、あのー、ちょっと自分でも話しながら、記憶を確認しながら喋ってる感があって、 それぐらいいろんなところでいろんなことをやってるなっていう感じなんですけど、はい、国で言うと、ミャンマー、ラオス、タイ、一回ラオスいて、そしてカンボジア、まあ、怪我も含めて3年目になりますみたいな感じですね、カンボジアは。そうですね、カンボジアはそうです。はい。オッケーです、がりました。ちょっとせっかくなんでいろいろ聞かせてくださいというところで、え、はい、高校地元サッカー部、当時の同期メンバーに、 いや拓夢、はい、ってこんなやつなんだよねっていう感じで言うとどういうふうに言われる選手でしたか高校時代は、まあ、キャプテンもやってたんでどういうキャラこう自分がどうにか引っ張っていきたいような立ち振る舞いはしてたんで、まあ、怖がられてたのかなっていうのはありますね。 なる,ほどなるほど、みんなるほど。なるほどですね。で、まあ、大学サッカー4年間、モ、えー、ね、いわゆる日本の大学サッカーを、えー、しっかりやられてからの1回地域リーグ半年挟んで海外チャレンジじゃないですか。はい、これっていうのは、もともと海外を意識していたのか、それともこう地域リーグやっていく中でこう、むずむずっと湧き出てきたのか、この辺の 気持ちって当時どんな感じででしたそうですね、えー、と大学4年間で、えー、まあ、大学ではトップチームでプレーすることなく終えたんですけど、えー、4年目、まあ、ずっとプロにはなりたかったんで、えー、プロ志望でいたんですけど、卒業後のチームが決まらず、で地域リーグの方に行きました。 でえー、その時は、えー、ずっと日本でプロになりたいという気持ちを持ってたんで、えー入、地域リーグに入団してから海外に行きたいという気持ちは、最初はなかったですで当時のミャンマーリーグでプレーするっていうのは、まあ、今もあんまり情報ないですけども、も輪をかけてあまり情報がなかった、しかもミャンマーリーグだと思うんですけれども、これ、2000何年になります 2015年の冬ですねですよね、これ、どういう経緯でミャンマー行って、しかもミャンマーでどんなことして、そこにたどり着いたんですか、えっと、僕の関西大学の10個離れた先輩がおられて、その方は東南アジアの国で、えー、プロ選手として活躍されてて、えー、っと僕が学生の時に、シーズンオフを使ってかん大学の練習に来られてたんですよ、その,その方が。 それが僕が3回戦の時、4回戦の時ぐらいに来られてて、面識はあったんですけど、えー、話すこともあまりなく、その時は終えて、で、僕が地域リーグでプレーしてる時に、海外に行きたいっていう気持ちが分け出てきたんですよ。で、その時に、えっ、ー、と、Facebook を使って、その方に連絡を取らせてもらって、えー、当時の東南アジアの、 話を聞かせてくださいっていうことでアップを取らせてもらって、でその時にすごい親身になって話を聞いてもらったんですよね。っていうのがきっかけで、まあ、ほとんど何も情報がないような形ですけど、えー、その方がミャンマーで引退されたってことも聞いてて、あじゃだったら僕も、えー、ミャンマー飛び込んでみようかなって思ったのが初めのきっかけです。なる,なるほど、なるほど。当時西原選手 日本語と日本語だけです。現地ってかのじゃあチーム探しはもうあれですか本当に飛び込みに近いっていうか。えっと、ミャンマーの一つの練習場に4面ぐらいあって、そこにプロチームが練習来るっていう情報はしてたんですよ。で、そこに本当に飛び込んでいって、本当片言の英語で。 練習入らせてくれないかで入っていったのが初めてのトライアウト。なるほどですね。あ、じゃあ当時はその一か所で、まあ、複数のチームが集まってたから、そこに行けば何か接点はあるだろうと。あ、そうです。<laughs> あとはもうその場で何とかしてやるぞと。そうですね。本当にそんな感じなるほどですね。ね えっと、でその後エアワニと,とネイピードということで2チームとプレーされて、どうですか、ミャンマーサッカー振り返ってみて、あの記憶に残るところで言うと、どんな印象でしたんないお正直、本当、プロ1年目、2年目だったんで、自分のことで精一杯だったんですよね。だからこう、リーグのことをどう,こう考えれる余裕もな当時はなかったかなっていうのは思ってます。 で、えっと、それこそ初年度ですね、エアワディの時は、えー、っと、あまり日本では知られてない a f c カップっていう国際大会があったんですけど、まあ、ラッキーなことにプロ1年目からそういう大きな大会に出れたのは大きかったんですけど、ただその当時の僕自身がその大会のことをあまり知らなくて、こう、ただ出てたぐらいの感覚でいたのが、 実際のところです西原選手ポジションはあストライカーです。ですよね。となると、なおさらその、まあ、自分のことに必死じゃないですけど、結果を求められるポジションになると思うんですけれども、親割、えっと、ネピードを行って、えっと、確か、あれですかね、ネピードではちょっといろいろ苦労されたようなことをど、どんなことが起きたんですか、はい、えー、っと、給与未払いですね。 で、はい、それが7か月間たまって、<で>で7か月七7か月です。ですはいはいはい。で、途中でもうサッカー協会からバンされて、えー、そのチームは消滅しました。あの、初めての海外だし、初めての国だし、初めての給与未払いだし、それどう、どう対応したんですか話せる範囲で、その、こんなこと起きちゃった日にはテンパりますよね。 ああ、まあ、ある程度、こう、東南アジア、そういう話はあるよっていうことは、耳にはしてたんで、そこ、ま、テンパル、そうですね、チーム内で、こう、いつ払われるんだよ、みたいな、こう、いざこざがあって、ボイコットみたいなことはあったんですよね。ただ、僕はそこに対して、こう、あたふたすることもなく、ただ、練習、自分でやったりとか、 こう試合に向けていろいろ準備したりとかっていうのはには注いでたんでそうです、まあいきなりサッカー協会からバンになったときはすごい衝撃は大きかったですけどなるほど、まあ、だいぶインパクトがあったことだと思うんですけど食事とかはもう当時現地食メインだったりとか自炊とかだったんですかあそうですねほとんど自炊でホテル暮らしだったんで、えー、自分で作って。 食べてっていう生活はしてました。からのラオスに移籍ということで、これは、えっと、意識的に選んでラオスだったのか、それともこう、えー、いろんなご縁があってまたラオスに行ったっていう流れだったのか、そのあたりはえっと、その当時、ネピドから移籍するにあたって、いろんな国に5カ国ぐらいトライアウトに行きました。<ー>でよくく決まらなくて 最後を飛び込んだのがラオスのラオトヨタっていうクラブでギリギリ移籍のウィンドウで移籍できた感じです5カ国トライアウトそれ期間どれくらいですかえーっとね2ヶ月2ヶ月半ぐらいだったと思いますいやもう本当にカバンだとかスーツケースだとかに必要なものでこうあっち行ってこっち行ってみたいなことをやされていたとはい それこそカンボジアにも来ました <laughs>。おー、その当時、その2ヶ月の、はい、まあ、プロ選手である以上、そういう期間っていうのはどうしてもあると思うんですけれども、当時の心境ってなんか、記憶のところもありますえっと、正直え、メンタル面もきつかったですけど、金銭面もきつかったです。それこそその前年度がネピドで給与未払いだったんで、 でかつ5か国も渡り歩くって相当なかかってくる部分ではあったんでそこでも結構メンタルはやられましたから無事にラオスで契約ができてということでラオスのシーズンは振り返ってみたら自分としてはどんな感じでしたでしょうかえっとチームは優勝しました、えー、ただ今までで一番きつかった メンタル的にきつかった1年、1シーズンかなっていうのは感じました、ただ、その経験がものすごく今の自分に、えー、プラスになっているのかなっていうのも感じます。チームが優勝したけど、精神的にはまあきつかったということで、まあ、それは一番の理由っていうか、そこはなんでこう自分がこう厳しく感じたところがあったんですかね。 えーとまずは試合に出れなかったです。全くと言っていいほどですね、えー。外国人6枚登録できて4人しか出れないっていう環境の中、かつ、えー、ストライカーに日本人の、えー、方がレジェンドの方がおられて、その方にからなかなかスタメンを奪うことができなかったっていうのが一番の要因です。なるほど。そして次の移籍先がタイになりますと。 でこれもまた、まあ、もしかしたらトライアウトが言ってたかもしれないですけども、プレイするという意味では初めての中、さっきちょっと自己紹介のところでお話しされてた、2チーム目でまたちょっとトラブったというかアクシデントが起きたみたいですね。そうですね。ええー、と、タイの2チーム目、ランプンウォリアーズの時に、えっ、ー、と、ちょうどコロナが、ええー、が起きて、で、 ルールが変わったんですよね、タイのサンブリーグの。外国人枠4人登録できたんですけど、えー、コロナの影響で、えー、そこから3人に減らされるってことになって、えー、っと契約解除の扱いになりました。なるほど。なかなかこう、移籍繰り返して、やっぱこういろんなことがぐんぐん,ぐんとこう,うまくいかない中、次またラオスに戻られたと。そうですね えー、ヤングエレファント、2>, はい、2回目のラオス、どうでしたでしょうかう、えー、っとそこでは、えー、チームからすごく評価してもらえてて、で試合にも、えー、ほぼフルで出させてもらった状態でしたね。で、その当時、日本人選手がもう1人いたんですけど、えー、その方と一緒に、えー、チームをどうやって良くしていくかっていうことを日々模索しながら。 えー、ううままくやっってていいいけたかなっていうのは思います比較的充実したシーズンそうですねえっとリーグはそれこそラオトヨタには及ばず3位で終わったんですけどえー、っとリーグカップで、えー、このクラブ初の優勝っていうものをもぎ取れたんで<お>、えー、そこはものすごく充実させてもらったシーズンになったかなっていうのは。 もちろん、リーグでうまくいかなかったんで、悔しい思いはありますけど、最終的に優勝っていう形で終えられたのは良かったかなと思っています。そしてそこから、まあ、今に至るカンボジアなんですが、ちょっとそのカンボジアの話に入る前に、まあまあもうすでにミャンマー行ってラオス行ってタイ行ってまたラオス行ってじゃないですか、はい。国もそうだし、チームも新しいと、えー、外国人だと、あの、 なんかいっぱい転校する転校生みたいになってるじゃないですか。<laughs> はい。そうですね。なんかこう自分をなんでしょうね、受け入れてもらう馴染んでもらう、はい、みたいなところで、実はこういうところをちょっと自分なりに工夫したりとか、そういうとこってあったりしますええは、そうですね、オフザピッチで結構選手とコミュニケーションは取るようにはしています。まあでも、プロ1年目、2年目はそういうところに余裕を持てずに、 いた自分がいたんでそこは何とも言えないですけど、えー、こう年月を重ねるごとにこう周りの選手とえどう絡んでいくかっていうのが、えー、こうプレーに直結していくのかなっていうのはものすごく感じたんで、えー、そこは常に意識するようにはしています。それはまあじゃあ練習終わった後のふ普段の話含め、えー、ふざけた話含め、まあ、いろんなことを。 ザックバランニっていうところでですすすかねねそそうこ、ねえー、こは意識していますこれはあれですか、現地の言葉とかちょっとこう、勉強してみたりとか、もしくは英語で言ってみたりとか、その辺はどんな感じですかふさげるときは、現地の言葉で、しょうもない言葉を教わって、使って笑いを取ったりとかっていうのをやってますね。普段のコミュニケーションはこう英語でやり取りはしてます。 なるほどですね。えっと、今のところそのラオスの話まで聞けていろいろある中、ラオスでは一つチーム成績はさておき充実した1年という話を聞けたんですけどさあここからカンボジア入りますというところでカンボジア、えー、その前に来たトライアウトでは契約ならずでしたが今回は契約できましたというところで1年目が確かティフィアーミー。 その時から、実はちょっと西原選手、面識あったので、えー、見ていた部分もあるんですが、えーと、プレシーズンね、すごく順調に立ち上がりだなというのを見させてもらいながら、またそこで、ちょっプレシーズンで怪我ですね、はい、そうですね。プレシーズンでどこ怪我したんですか えと膝の高十字靭帯と半月板を怪我しました。ということは、そのシーズンは、はい、アウトアウトですね。えー、プレシーズン中の出来事だったので、もう契約は解除っていう扱いになりました。日本に帰って手術はい。なるほど。あのー その時の心境を聞くのも変なんですけど、要は新しい国で決まってプレシーズンも結構プレシーズンに点取ったりしてましたよね。そうですね。えーうん、前年度優勝チームから3点取ってですね。予想しなかった展開、自分の気持ち、どうまあ整理をしたというか、どう保とうとされてたか覚えてますああ、まあ、めちゃくちゃ覚えてます。 えー、当時はめちゃくちゃ悔しいって、こう、きつかったですね、メンタル的に。えー、ただ、こう何日か重ねていくごとに、えー、僕のことをものすごく応援してくれてる方が、えー、たくさん周りにいてくれたことが、えー、自分のものすごい励みになってたのがあります。 西原選手、あの普段から結構情報発信をしっかりされている印象があるんですけれども、この怪我された時も、情報発信って継続されたんですかあ毎日、はい、自分の思いだったりを書き、書いてましたね、そこはなんかこだわりを持って取り組まれているそうですね、まあ、最初はこんだけ続ける、まあ、ブログなんですけど、こんなに続けるとは思ってなかったんですけど。 書いていくうちにもそれが習慣化されてって今ではもう1000日を超えてるような感じで続けていますちなみにブログやってて何でしょう自分にとっていい,い,いあこれはやっててよかったなみたいなとこって何なかあったりしますそれこそ怪我した時に、えー、応援してくれてる方がこう連絡くれたりとかえー、っと小学校 だけのつながりだった同級生の子から、えー、ブログを見てるよみたいな。で、怪我してるの知ってるし、えー、頑張ってほしいっていう連絡ももらったりだとか、こう、何かしらのつながりが僕の励みになってるかなって思ってます。怪我して、復帰して、復帰がまた同じチームですよね。そうですね。これはなんか、あの、なんでしょう。 思いを感じるというか、チームからの思いもなんか伝わってくるこもあるんですけれども、なんかそういう受け入れられ方だったんですかね。そうですね、プレーシーズンで、えー、しっかり結果を残せたっていうので、怪我した後も、できたら戻ってきてほしいみたいな感じのことは言われていました。で、そうですね、リハビリ中も、えー、ボスからもずっと連絡くれてて、えー、どんな状況だっていうのは随時。 確認してくれてるような状況ではありましたじゃあもちろんそのオファー内容とかって部分はあるんでしょうけれどもまあ復帰体が戻るにつれて西原選手の中でも戻れるんならそこを戻りたいみたいな部分は大きかったんですかねそうですねまあそういう気持ちもありましたけどあー怪我前よりも強くなってる自分が 分かってたので、うんえー、もっと上をいけるならっていう欲はありました。もちろん。強くなってたっていうのは、ちょっとそこを聞かせてほしいんですけど、それはフィジカル的な部分ですか、それともサッカー選手としてこう、トータルでっていうところですか。あ両方ですね、<方>はい、そこには自信が、もうやれることは本当にやってきたんで、そのリハビリ期間中、自信はありました。うん さあ、そして、復活、ティフィーアーミーで、えー、フォワードとして、えー、得点を量産したと聞いております。ワンシーズンで、えー、何試合何点えーっと、リーグ戦が21試合21得点。で、リーグカップが、4試合3得点。ここは、選手キャリア振り返ってみて、 一番得点を取られたんですかねそうですね、ハイキャリアではい。素晴らしい。ますただ、あれですよね、えっと、リーグ戦の得点王は惜しくも及ばずと。そうですね、はい。そして、えー、それだけやっぱこう、しっかり目立った結果を出すと、移、え、籍、ー、っていう部分でも展開がちょっとまた変わったと思うんですけれども。 その辺はオフシーズン中、ちょっとこう手応えありましたですかえっと,と、終わってからは手応えはあったんですけど、まあ話もいくつかもらってた状況で、正式にこう、正式なオファーっていう形ではなかなか来なかったんですよね。オフ期間中。そこでは結構くすぶりましたね。ね で最終的に今所属されているチーム、うービサカということで、えっと、カンボジアの中でもね、あのー、ビッグチームの一つだと思うんですけれども、えーまあ、今までのチームと比べて、今のチーム、えー、ど,んなどんなチームですかね。本当、環境面ではもう何一つ不自由ないような環境で、えー、やらせてもらっています。っていうぐらい大きなクラブで。 できてているのはすすごく幸せななことだなとだ思っています環境面でやって、いのは例えば専用ピッチはあるし、ジムはあるし、備、えーまあ、品も踏まえて、えー、ある程度プロフェッショナルなしっかりしたセットアップがなされている、そんな感じですかね。あ、本当にその通りですね。なるほど。あのー、もうだいぶ本当う回ってて、 あのこ,れこれを見る人の中で、えー、となんだろうな、まあ、シンプルに、えー、西原選手もいろいろ動くなんか人からアドバイスをもらったりとかってのもあったと思うんですけども、例えばそんな選手に西原選手ができるアドバイスがあるとすれば、なんかこう、東南アジアで活躍していく、生き残っていく、上に上がっていくっていうところで、どんな言葉が出てきますかね。 アドバイス。僕がアドバイスできるかっていうのは、あれですけどえ、僕が常に意識していることは、えー、矢印は常に自分に向けるようにしています。っていうのも、えー、やっぱり日本からすると東南アジアの国って FIFA フフランクでも下の国になるんですよね。で、ローカル選手の中に外国人選手として入るってなると、 レベル的には、えー、ローカル選手は、うん、うまく表現できないですけど日本みたいなこうものすごいうまい選手がたくさんいるかって言われるとそうじゃない部分も出てくるんですよね。で、そこに対して、えー、自分がうまくいかないからって、えー、矢印を向けてしまうと自分のパフォーマンスも上がらないですし。えー こうステップアップしていくのを邪魔しているものになってしまうかなっていうのは、えー、常に感じているんで、えー、そこは意識するようにはしています。なるほど、矢印ですね。はい。現地での食事、自炊と外食ミックスですか？あ、ミックスですね。ええー、西原選手をよく目撃するかもしれないレストランは？ え <laughs> はい。カンボジア料理の、はい。カンボジアの、はい。日本料理屋。どこ行くと、もしかしたら、出会っちゃうかもっていうところありますお昼はそうですね。えー、っと、時代屋ですね。<laughs> よく斉藤さんと鉢合わせ。あり <laughs> ますね。はい。なるほど。えっと、自分の得意なプレーはゴール前ですね。 ペナルティーエリア内の動き方、えー、ゴールに対してっていうとこが、自分の武器です。会場に、えー、来ていただけるのであれば、ここを見といてほしい、まあ、自分含め、チーム含め、なんかおすすめポイントあれば。えー、僕のゴールを見てほしいです。いいですね、ストライカー。<laughs> えー、このインタビューをです、ね、2023年の5月19日に、えー、撮影しているんですけれども、えー、今シーズンのカンボジアリーグ開幕はいつでしょうか8月の頭です。ですね。えっ、ー、と、リーグ戦に向けて、まずは今期の抱負をお願いしますえっと、リーグ戦は今現在27試合あると聞いてるんで、えー、27試合27得点、得点をは個人の目標。うん でチームの目標としては、えー、タイトル奪還、えー、今までリーグタイトルを取れてないんで、えー、そこに貢献できるように、えー、頑張っていきますさらにそこから先、西原選手、個人的に目指すものがあれば、教えてください、えー、そうですね、えー、東南アジアの中でレベルの高い、えー、タイだったり、マレーシア、そういうクラブに移籍したいと思っています。 その先で、えー、アジアチャンピオンズリーグに出て、えー、日本のクラブを倒したいっていうのが今の一番の大きな目標になります。わかりました。えー、いろいろ羽織話,話を聞かせてもらってありがとうございます。えー、これで終わりにしたいんですが、最後に 5イ5、5つ質問タイムがありまして、これはちょっと瞬間的に答えていただきたい。5秒以内に答えていただきたいと。この5本5をやって締めたいと思います。はい <laughs>。ここ直感で、ベッドお願いしますね。<laughs> え、A か B かってことですかいや、あの、A か B でもないです。<laughs> はい、おおはい。<laughs> いきます。一つ目。はい、好きなサッカー選手はえー、ブラジル代表の、えー、ロナウド選手。 もうちっちゃい頃から憧れですかね憧れです。なはい、えー。サッカー以外でプロになれるならボーリング選手。ボーリング選手好きなの好きなの。ボーリング大好きですね。はい。<laughs> なるほど。ボーリング大好きな西原選手。次、3つ目。自分を。 漢字一文字で表すなら。挑む。挑む。挑戦の長、はい。はい。四つ目です。生まれ変わるなら男と女どちらがいいですか男です。うー。最後です。 今何歳ですかあ、これ質問じゃないけど。ああ、びっくりした。<laughs> 30歳です。30歳ね。では、最後の質問。はい、10年前の自分へのアドバイス。二十歳の自分へのアドバイス。このままでいいぞ。 うーんそのままでいいぞ。ありのままありがとうありのま,まで。い<り>ました。ありがとうございました。ありがとうございます。今気の活躍期待しております。ありがとうございます。ありがとうございました。おります